3時20分に行くの満席で入れないと思ったら少しスペースがあるのでフルスへ腰を下ろす。今日はいつものタチウオキラーの人たちは辰巳へお出かけしているのは知っていたので今日は頑張ろうと思ってたけど、今までで最強に当たりがない。これは本当どうしたらいいのってレベル。とにかく風がないので波がない。潮目が現れたのは4時頃、それまで全くない。それに私の声が聞こえている守護者たちよ、皆耳を塞げ。ワイが語れるレベルではないんやが、ワイ完全に独走してた。横とか7時間で2匹だったし、正直語れるレベルではないけど完全にタチウオに見切られてた人が多かった気がする。10月だしタチウオもお利口になってるしな。とりあえず33匹、指3サイズは3匹。だいぶ負債率が上がってきた気がする。ちなみに今日は前半はアクションで誘ってただ巻きして釣った、後半は大きいリフト&ホールで釣った。まあリフト&ホールしてたらこんなんなってもうた、泣ける。それと今回は落ち方しか釣れなかった。かなり遠いところしか当たりがなかった。手元はほとんどダメ、8グラム以上じゃないと届かなくて、いつものゴエス使えなかった。着水と同時に誘いで結構釣れた。放置して沈めるとダメなんで水面かスレスレかな。それはそうと吉報がある。行くなー、戻ってこい戻ってこい。どうしてどうして行っちゃうんだよ。ついにいなくなった。明日から広い釣り場に戻ったらしい。ちなみに朝5時20分かな。それと朝5時10分に鳥が鳴いたら当たりなくなった。本当鳥が鳴くと終わってしまう説は正解らしい。多分だけど明日も行く、多分ね。